ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW M3 セダンコンペティション2017年式14,500キロ、こちらの車両になります。はい、ありがたいことにあの M4、M3 なんとか撮らせていただいてますの で、 あそうです、ね、今回はセールスポイントだけパパパッとお伝えして、はい、あとは市場メインでお送りしたいと思います。はい、で今回結構これ純正オプションがいいのが入ってる感じなんですね。いいですね。はい、というわけで外装から見ていきたいんですけれども、はい、これ前回りこの下側がエンパフォーマンスのリップがついてたり、そうです、あとカーボンのこの部分ですね、ダクトの周りの部分ですね、はい、この辺がついてたり。でこれ通常だとあの下側のこのリップに関してはマットブラックっていうか、はい、黒いのしかないんですか。はい、それが今回ボディ同色にペイントされてるってことで、なんかだいぶ低く見える。そうなんです。はい、だと M3 結構こう下側がこうなってるんで、うん、こうなんかどこが低いのか分からなかったからこれ1本引いてあげたことによってだいぶ低く見える。もともと凹凸みたいなこうデザイン的になってますもんね。で、あとは今回ローダウンもしてるってことなんで結構低いんですけど、どのくらいですかね、拳1個分ぐらいの車高になってると。はい、でこれあの順番でご紹介させていただきますけど、あの車高調整できる機構がついてるってことで、はい、なのでまあ上げたり下げたりもまあ調整できるようになってるんです。はい、あとここもやっぱり効いてますね。うん、かっこいいですよね。そこだけこうカーボンが入って、まあ、あとコンペなんでコンペティションだとキドニーがブラックになるので、そのあたりも、はい、で当然車は後期ですのでヘッドライトもかっこいい。そうです、 LCI ですね。私自家用車が前期の320なんでその辺と比べるとやっぱりだいぶかっこいいなってあと今回ボディカラーがいいと思うんですよ。あ、そうですね、まあどうなんですかね、まあ、一般的にちょっと外しの色みたいなイメージ持たれてる方も多いと思うんですけど、私個人的にもまあ1個前の92世代からこのシルバー系のシルバーストーン2っていうお色ですけども結構好きですね。こうわずかにブルー入ってるんですかね。なんかそう光加減で見えますよね。ちょっと水色っぽく見える感じ。あとはこのメタリック強めなんで、はい、本当にキラキラしてる感じ、うん、上品な感じが。けどこの M3 のごっついフェンダーと、はい、なんかイメージがこう逆にこう、うん、マッチしてるそうですね。で割とこう中古車市場としては希少色になってくると思うんですけど、うん、これインディビジュアルではないんですよね。ではないです、あの標準で選べるカラーですね。なるほど、はい、これハマる人にはかなりハマるんじゃないかな。うん、MK ってシルバー好きな人は好きだと思うんですけどね。確かに、なんでこんな感じの外装になっております。そして早速横に行っていいですか。はい、横はコンペティションということで20インチのそうです、はい、こちらの単造ホイールが装着されてございます。標準19ですよね、はいはい、それが20インチになっているのと、あとは今回オプションとしてはカーボンセラミックなんかは入ってないんですけれども、はいはい、これはもう超高額オプションですから、はい、なかなか市場でもないですよね。M3 だとそんなに多くないですよね。 M3、M4 ってあんまりこうカーボンセラミック入ってるの多くないので、まあまあ一般的かなっていう感じです、ね。まあ、入ってたらラッキーということ で、はい、で今回のは標準のブレーキ、ただまあ M ですから当然大きくなってますし、はい、そうです。あとは今回車高がググッと下げてあって、はい、これがカーベイの HAS、はい、純正車高をそのまま車高調化できるキットですよね。そうです、なのでダンパーが要は純正のダンパーですよね。 M のアダプティブダンパーがついてるということ で、はい、まあ、乗り心地の調整室内でできるやつがそのまま活かしてローダウンがされてる、はい、結構下がってますね。下がってますね、はい、なんでこれはまあ好みに応じてもう少し上げたりとかもできるかなと、はい、そしてあとはまあこの辺当然全部黒くなってたりとか、まあ、M3 ですからちゃんと穴が開いたりとか、うん、だとサイドもこのエンパフォーマンスのサイド使って、これ塗ってるの初めて見たかもしれないです、うん、私もそうです。あんまりまあまあやっぱ黒のそのマットの樹脂そのままっていうの結構多いので、今回ボディ同色です、ね、これ低く見えますね横も。そうなんです、前から前も結局塗ってるので、はい、前とサイドこう塗ることでだいぶまとまりが出て全体的にこう低く見えますよね。かなりつながりがこう強調されているという、はい、で当然窓枠なんかも全部黒いですし、ミラーもかっこいいミラー、はい、そしてルーフもカーボンですよ。そうなんです、もう自家用車が自家用車なんでもう羨ましくてしょうがない、はい、あの乗り換えたい。私も個人的にも私もまあ9人世代の M3 なので、はい、もうカーボンルーフ欲しさにサンルーフは探してなかったです。これはだいぶいいんじゃないかな、はいはい、標準ですけどこちらになると。あとはやっぱりこうセダンでレーシングというかレーシーなのってめちゃくちゃかっこいいと思うんですよ、うん、もう好きな人はめちゃくちゃ好きじゃないですか。そうですね、で僕はもうセダンでこうレーシングだってフェンダーが出てるのってめちゃくちゃ好きなんで、うん、もうそれこそ M3 とか M5 とかあの辺ってめちゃくちゃ刺さるんですよね、うん、なんかこう日常使いもできて普通じゃないぞっていう。いいですよね。というわけでリアのフェンダーもえらいことになってますよね。これフェンダーが面白くて結構あの M4 の方あのボディサイズ変わらないんですよ。ただ、このフェンダーの見え方形状とか膨らみのこの違いで M3 のが好きっていう人が多いんですよ。 M4 のがもうちょっとやっぱクーペデザインなのでフェンダーの強調が少しこう緩やかなんですけど、
結構セダン多分だけど、これドアから作ってる作ってないが結構でかいんじゃないかな。あ、そうですね、M4 って結局あの2ドアになるんで、うん、ここら辺からこうつながってるような感じ、ね、つながってる感じですけど、うん、基本的に4ドアになってくるとドアあんまり手をつけずにリアフェンダーだけ処理するんで、うん、こうボコっていう感じがこんな感じ。これかっこいいですね。デズラも今回スペーサーで調整されているということで、はい、かなりこうパッツンパッツンになってますね、はい、なのでまあこの辺は好みで調整したりだとか、そうですね、はい、あとボンド東京的には社外ホイールなんかもぜひぜひ行っていただいてもいいのかな。で車高があのこれちょっと引いて撮ってもらうと分かるんですけどあのリアが低いいやちょっと低いですね。おそらくなんですけど BMW って、まあ、BMW に限らず車って基本的に前傾姿勢なんですよね、うん、です、はい、で特に BM ってリアのフェンダーアーチが低いんで、うん、おそらくなんですけどサイドスカートで水平にしようとしてバランス取ったんじゃないかなということ で、 そうですこれ前後で多分合わせようとすると車はこう真横から見たとき車がちょっと前傾して姿勢しているように多分見えるんでそれを嫌うとこういう感じになるんです、ね、そうなんですよね。なんでまあこの辺はご自身の好きな塩梅にしていただいて、うんまあ、もうちょっと上げて良さそうですね。かぶってないんで、まあ、同じぐらいにしてもいいのかなと、うんはいまあ、あとはこの手の車なんで結構その車の乗り味も変わってくる部分だと思いますので、はい、もちろんこの辺も HAS なんで調整ができると、はい、そして後ろに回ってきて当然後期ですから後期テールにもなってますし、うん、あとはこのトランクスポイラーですよ。大きいですよね。いいですね。これ純正実はこの車あのトランクスポイラーあったのでちょっと見比べたんですけどやっぱ全然違うんですね。ああなるほど、うん、もうイメージ変わります。結構やっぱしっかり跳ね上がってるちょっとやんちゃな感じが。そうですそうです。当然 M のパフォーマンスのやつなんで、まあ、ドライカーボンで、はいはい、フィッティングも完璧でございます。そしてあとはリアに関してはもうM3 ってこれじゃないですか、はい、やや中央寄りの4本出しそうそう、はい、そして黒いテールとあとここもカーボンなんですね。そうです。それが M パフォーですね。ディフューザーと、はい、だから本当になんか純正チューニングというか本当に純正コンプリートカーというべき、うん、このトップレンジのスペシャルモデルってやっぱりなんかオーラがやっぱりあるし、うん、バランスがめちゃくちゃいいんですよね。そうですね。やりすぎてないというか、うん、特にまあこう M パフォーマンスとかやっぱこう純正オプション純正アクセサリー系ってすごく まとまりも出ますしやっぱそのあたりまあ、考えられて作られてますよね。続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装もなんですよね。内装がも内装の方が私個人的にはおすすめですね、はい、というわけでおすすめの内装をご覧ください、はい、なんとこれインディビジュアルのフルレザーメリノ、はい、というわけでダッシュボードまで全部レザーということで、はい、全部です。ドアのこの内張りの上の部分とかこれいいね。でインディビジュアルなんでごめんなさい喋っちゃった。はい、あのいいですよ。ブルーのステッチが、はい、あの選ばれてますね。こことここがブルーになっていると、はい、インディビジュアルないやつだと黒い、はい、そうです。あのフルレザーはあるんですけど全部黒一色とかそういう感じになります。絶妙なこのステッチでアクセントが効いてると室内のこの雰囲気っていうかが全然違う、はい、変わりますよね、はい、あの何度も引き合いに出させていただいて恐縮なんですけど自家用車と全然違ういやでもそれこそ F の方のこの M3 とか M4あのフルレザー僕ほぼ見たことないですね。あんまりなくて今やっぱカーセンサーとかで見ても本当にあって数台です。結構希少かなと思いますね。レア仕様になって、はい、で当然シートもスポーツシート専用のものになってますし、はい、シートベルトもこの M カラーのシートベルト、そしてこのスカーフプレート、はい、これもパフォーマンスの。そうです。これ初めて見たかもしれない。確かにそうですね。なかなかこれも中古車市場で見かけないオプションというかアクセサリーだなと、はい、結構細かいこだわりが。そしてステアリングも今回パフォーマンスのステアリングということで。そうです。これいいですね、はい、ステッチ M カラーで。そうなんです。で至る所カーボンということで、はい、でセンターマーキングこれ青なんですね。あ、そうそうなんです、はい、見たことなかったです。 M パフォーマンスのステアリングでも今青かもしれないですね。もう一種類別で、あとレザーとアルカンのコンビもあるんですけどこれはフルアルカンタラですね、はい、そしてセンターコンソールなんかもカーボン盛りだくさんということで、はい、この辺なんかもしっかり全部やってあると。だ内装雰囲気めちゃくちゃいいですね。かっこいいですよね。もう超カーボンの超好きな仕様ですレーシングな感じとこの豪華な感じ、はい、非常にまとまりのあるインテリアになっております、うん、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンはもうこれおなじみというかもう電動入りと言っていいんじゃないでしょうか。そうですね。 M3、M4 に搭載させる、はい、S55 エンジン、はい、排気量の方が 2979cc、 馬力の方が標準の M3 比19馬力アップの450馬力ということで、はい、あともう一つ僕としてはエンジンルームがかっこいい。うん、いいですよね。もうこのごついカーボンのサーバーが、あの現行型ちょっとガラッと変えたじゃないですか、はい、インタークーラーの位置変えたりらしいですね。ターボの形変えたりとか、うん、でこの開けてどうやってできるのはかなりこれセールスポイントじゃないかなですね。
で今回あのメインの部分に関しては、うん、なんか一部その点火系だったりだとか、はい、その辺に少し手が加えられてるエンジンということで、そうですね、はい、まあ、やりすぎてないのもいいのかなと、うん、まあ、本当にちょっとした部分でパワーアップとかそういうのを狙ったあれではないですね。レスポンス重視のなんか仕様で、まあ、チャージパイプとかもですね、はい、ファインチューン的なものが施されている仕様になっております。はい、続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。よし、はい、行きます。はい、今とりあえず全部ノーマルスタートで、で今回 HAS もついてるということで、はい、まあ、車高が結構低いんであんまり参考になるかどうかわからないですけど、乗り心地レビューも、うん、あーこれじゃない、眩しい、これじゃない、ちょっとオカマっぽくなってますけど、ちょっとタイヤ古いんであれですけど、ロードノイズとかはなんだろうね。言ったら最近本当にごく最近 G 型の M4 乗らせていただいたんですけど、はい、洗練されてるか洗練されてないかで言ったら、もう M4 現行型の方が全然洗練されてます。そうですよね。けど本当にジャジャ馬感というか、うん、乗らされてる感というか。ちょっとこうアナログな感じが残ってる、はい、もう全部今ノーマルで乗っててもなんかこうすごいパワー感感じるし、うん、車硬くしてなんかもう無理くりねじ伏せてる感じが感じます、うん、で乗り味は今すごい車高低いですけど、うん、全然全然コンフォートだったらそんなって感じですよね。アダプティブダンパーなんで全然乗り味は、ただタイヤがもう古いのか車高が低いのか細かい振動っていうか、はい、こう硬いゴムがこうアスファルトの上に転がってる、うん、細かい振動は結構拾いますね。いいな、ありがとうございます。だいぶいいです。やっぱこの年代まだいいですね。だと言ってもこう装備がいいんだよね、むつりね、うん、雨ガードもついてるしさ、はい、リアのこの電動のブラインドもついてるしさ、そうです、さすがにオプションのあのサイドの電動ブラインドはないけど、これでも横のこの警告、うんうん、もちろんついてるのと、あと、ね、オプションでパーキングサポートパッケージなんで、はい、360度カメラもついてるんですよね、はい、フロントカメラこんな感じで、そうですね、はい、装備いい、ね、本当にいいです。いやもちろんその現行で言ったらもっと至れり尽くせなんてあれなんですけど全然見劣りしないというか、あごめん、ね、使う機能は全然一通りついてるんでいいかなと。それでいてこのフルレザーとカーボンですよ。いいね。いやこれ黒レザーに青ステッチっていうのがまたいいかなって。かっこいいですよね、はい、他色、先色オレンジとブラックとか、うん、あとブラックとそのシルバーストーンのステッチもあって、ただあえてこの青っていうのがいいですね。あ、細かい振動結構拾うですね、うん、ゴリゴリ言ってる感じが。でもこれでいい、いいです。そうですよね。だから僕も、あ、もう M 乗ってるなっていうこの、うん、そうなんだよね。なんかもう求め、多分人それぞれ違うんだと思うんだけど、俺の中ではなんかもう快適性とかあんまり求めてない。最低限普段使いにまあこうそんなに支障がなければ、そう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 、やっぱこういう車はいいですよね。うわー、でも全然全部コンフォートで乗ると普通に乗れちゃうね。うん、全然乗れますね。ちょっと進化を発揮していいですか。今 M1 に全部スポーツが入ってるってことなんで、そうです、 M1 のこの、はい、土屋さん仕様の M1 の入れました仕様が。ただDSC に関しては全部切るの危ないんで、はい、はい、いいなあ。これね、そうトランスミッションが F の方って3段階なんですよね。この M ドライブロジックでしたっけ。うん、僕乗ってる急に5段階くらいあるんです。え、これでも D1 からあるよ。 D123123S123、 あ、これでしょ。はいはいはい。あ、でもいや、そうです、僕の急にもドライブとその S スポーツで5段階ずつぐらいあったんですよ。あ、そうなんだ。こう変わったんですよね、なんか3段階ずつ。コンフォートシフト、シーケンシャル、ダイナミックシフト、スポーツシフト。うわぁ、音が変わった。いいね。うわぁ、
ぎます。音がもう最高です。あ、ちょっとバブリングもして、はい、これじゃないやっぱり。いや、これでいいと思うんですよね本当にもう本当にニヤニヤしちゃうというか。そしてステアリングはもうなんだろうな、 BMW 特有のちょっとこのしっとり重い感じ。はい、今多分スポーツプラスですよね、多分あのステアリングも結構重いですよね。多分結構重いです。結構重いけどなんかそんな不快な重さではないです、うんうんうん、はい。あとはその辺、まあ足回りなんかも多分違うんで、はい、標準の320とかに比べると もっと全然なんかこう操作してる感があるというか、うん、フロントの接地感が分かりやすい重さ。やっぱりこのパッケージングだよね。いいですね。僕は全然もう慣れっこなんで結構この硬さでも全然平気ですね。あとはこのちっちゃいブレーキペダル、あー、もう変わらないですよね、うん、もうマニュアルかっていうぐらいこのそこなんか共通ですよね。マニュアルもこの DCT も変えないですよね。まあ、よく言えばあのペダルもちょっとあのステンのカバーついてるやつは。あー、でも M 多分アクセサリー出てますよね、ペダル。 あるんか。うん、あると思います。そしてシート もうガチガチだし、ね、まあ、サイドサポート今一番絞ってるんですけど、僕のわがままボディでももうギュッっていうぐらい。あ、はい、もう純正シートで十分ですよね。十分ね。で、背中のこう押し出し具合も本当 BMW って適度だから、うん、なんか疲れすぎないというか。スポーツシートもなんか物によっては特にスーパーカーのやつとかってもう疲れちゃったりとか。ああ、ありますね。あるんですけど、やっぱりこの辺は日常使い考えられてるんで、うん、乗りやすい。そう、シートはね、でもシートヒーターしかないんで、はい、そう、エアコンもあのデュアルゾーンなんだよね。後ろなんか調整もないんだよね。はい、そこはなんで今ね、やっぱ G とかだとその辺は G 型変わりましたもんね、うん、そう、スリーゾーン、M4 でもスリーゾーンになってたから、うん、でもなぁ、どうなんだろうなやればあった方がもちろんいいんだけど。そうですね、また好みですよね。装備を取るのか、このそうね、フィーリングを取るかっていう。え、でも全然違うね、 S55 と S58 で、うん、あー、おお、やべえ、いいっすね。いい感じにこのちょっと暴れてくれる感じがやばい。あー、あと足はやっぱり純正ショックを縮めちゃってるんで、うん、少しふわふわするっすね。そうですね、こうなる、タンタンタンって、うん、シフトもさ、なんかこうシームレスに繋がるっていうよりかは、もう入ってグラッてこう、うん、これはだいぶ楽しいですね。ちょっとタイヤがね、古いのが気になりますけど、ね、タイヤ変えればもう全然走れちゃうんで。タイヤと燃費が心配です。あー、そうですね楽しすぎて。あー、あとやっぱり結構このロードノイズ、うん、でもなんかもう全然そんなのどうでもいいよって思える、うん、このフィーリングとなんかこのボディの硬さと、そうですね、なんかこう操作してる感、もうだから運転好きな人には絶対もういいと思うんですよね。そうね、本当に。いや、M3 すげえな、やっぱり本当にこの車はいいですね。後期型なんで特に、特になんか最近車がこう至れり尽くせりの方向に行って音も静かになってるから、うん、なんかこのぐらいのこの絶妙な1個前2個前っていうのがなんかすごいとんがって見えるというか、うん、そうですね、多分だけどこれも出たての頃とか急にとかも出たのっての頃ってうーんっていうのが結構あったと思うんだよ、ね、多分多分特に3646の人からしたら、うん、急にうーんっていう、直六からなんで V8 って感じですよね。そうそうそう、多分まあ、結構フロントヘビーでどうこうとかっていう話もあったしね、うん、だからもしかしたらもう少し経てば、うん、また評価が違ってくるのかなっていう気はしないでもないですけど、うん、ただ今はこの F 型乗るにしても全然あの機能的にも、うんうん、車のコンディション的にもなんか気使うところないし。そうですね、うん、これだな。あとはこのエンジンのレスポンスじゃない。そうですね、まあ、現行もめちゃくちゃレスポンスいい、むしろもっとレスポンスいいけど、うん、なんかこのターボ感があんまりないというか、う
すんげえレスポンスいいよ、うん、音なんかポルシェのターボみたいな、ね、ああそうですねそうですね、ターボ S とかもこんな吹き上がりしますよね。そう重たい感じあんまりないのよね、まあ、もちろん音をこもってたりとか、うん、加速のそのブーストのかかり方で、まあ、ターボ感ちょっと感じる時あるけど、このレスポンスとさ、いやいいな、なんかもう機能の紹介とかいいかなっていうまあ一応テレビもついてるし、そうですね、はい、まあ、基本装備プラスアルファでさっきのパーキングサポートがついてるって感じですね。であとは BM 系は特にインターフェースで追加できるんで、はい、まあ、最近流行りのミラーリングだったりだとか、うん、まあ、その辺も必要であれば、いやミラーリングめちゃくちゃ便利よ。ああそうですよね、めちゃくちゃ便利。C って言えば USB とかはこの辺もなかったりがあるんで、あ、うん、そうね、最近だとやっぱついてるんですけどね、この中に中に1系と USB が入るだけということで、はい、そういうのがちょっとあとはこのメーターじゃない？いやそうですね、アナログのメーター今フル液晶ですもんね。一回見た時のこの情報量は多分デジタルの方がいろいろできるんだろうけど、うん、まあ、多分慣れてるっていうのも大きいかもしれないけど、一瞬でこの情報の見る速さというか、うん、あと それで感じるもの、なんかこの針の触れ方とか、はい、うん、やっぱりアナログってアナログのメリットすごいあるなっていう。ちょうどいいですよね、アナログと下にこうデジタルの、ね、このフォーメーションね、うん、変わんないもんね、これ。変わんないですね。いいね、改めていい車だなと。まだこうアナログなボタンが残ってるのも本当に操作が分かりやすくて、ね、触んなくても出るやつねそうですいいわ、欲しい、うん、ちょうどいいですよ。いや本当に家の車をしれっとこう320から M3 にかみさんに何も言わずに乗り換えて、あ、いいですね、あの新しい320に乗り換えましたエンブレムだけ320にし残してですか、はい、チェンジで、はい、さあじゃあ池田フォーミュラードライバー、ヘルメットとグローブがないけど大丈夫？大丈夫です来るわけじゃないです逆に言うと急に乗ってるんで急にとのなんかこうちょっと違いが分かる。ああそっか、うん、急にドライバーなんで。でもねポンって乗って分かったです、やっぱシャーシュ合成はどんどん高くなってますよね、うんうんうん、本当に。いや G 型とかすっごいよ。ああ。うん、なんだろうな、すごいって言っても俺のあくまで個人的な感想ね、なんかねどんどん硬くしてってんじゃなくて、あ、なんかその硬さの質がすごく良くなってってる感じ。うーん、そう、なんかただ本当にどんどん補強してって硬くなったっていうよりかは、なんかその本当に質が良くなってる感じなんだな。突っ張ってるんじゃなくてこういい感じに、そう、なんか動くところはちゃんと動いて、あ、そうそうっすよね、箱のそのよれた方がいいところはよれてってい うイメージね。もしかしたらでもただ単純に静粛性が高くなってるかその感じだかもしれないけど、だって車圧倒的に静かだもんね現行。ああ、まあそうですよね。そう、やっぱその辺はこう年式っていうか年代とともにこうモデルでどんどんやっぱ進化していきますよね、うんうん、それにはちょっと勝てないですよね。そう、うん、あ、でこのダッシュボードとこのドア上は青じゃないってさっき話があったけど、これもしかしてこれ青にしちゃうとこれ映っちゃうからなのかな、ここに。ああ、でもそうなんですかね、場所的にはそんな感じですよね。ここまでは青で入ってんだね、うん、でこの奥側とドア側だけは黒ステッチで、その下から青ステッチ。そうですね。でこのドアポケもでっかいんで使いやすいのよね。そうですね。そうで、ちゃんと中はこっち側はフェルト貼ってあるし、ここってドリンクホルダーですよね、はい、あ、そうだね、ドリンクホルダーですね。グローボックスとかもこれレザーだよ、ちゃんと。そう、それがいいっすよね、はい、グローボックスレザー、この辺、この辺、あとこの辺とこの辺と、うん、いいね。あとこの変わらないこのシフトと、はい、これはもう僕はおなじみですね。あれだって46ぐらいからこれじゃない SMG から。そうです、ビジュアルはこんな感じですね。 SMG からこのビジュアルだよね、はい。逆に今だとこれにだからパーキングボタンが追加になってたりとかっすよね、うん。確かに結構こうダンダンっていう突き上げはありますね。ね、ですごい硬いのかなと思いきや、あの飛ばすと結構ワンワンっていう。うん、多分それは下げすぎちゃって、多分ストロークが足りないのと。そうですね。
ちょっとそのストローク違うところで使ってるんで、多分、うん、だからこれもう少し調整してもう少し車高上げれないし、多分あとキャビン支えてるのがリアなんで、リアもう少し調整すれば多分ニュアンス変わってくるかなっていう。そうですよね、確かに。特に車がこう剛性高くて張ってる分、足回りって結構大きく影響出ますよね。これってブラッククロームみたいになってるの、この下って。ちょっとクロームですよね、うん、クロームで、しかもダーククロームみたいな、ちょっと暗めの。すると全然このシフトショックとかもないですよね、うんうん、でこれダイレクト感がやっぱ欲しい人はもう、あ、だからここで押して調節する。そうですね、だから本当にそれをマックスにするともうガカンガツンみたいな、ガツン、そうそうそういい意味であのシフトショックありありの感じ、うん、いやね、でもね、シフトショックもあった方がいいと思うむしろまあなくてもいいんだけど調整できるようにして、あ、そう、最近とにかくさ静かで乗り心地が良くて、そうですね、シフトの変速スピードも速くてシームレスで、うん、それって正解なのかなって確かにそうですね思ってしまいます。パドルがちょっともうちょいでっかい方が、いや形は良くなったんですよ多分、うん、急にの方がでも剛性感があったですね、うん、あ、うん、ちょっとスイッチ感が出ましたね。確かにすげえ細かいとこですけど、イタリア車とは言わないけど、うん、もう少し剛性感が、形状とかなんかそういうのはすごく操作しやすいですけど、物があれじゃないの、プラスチックっていうのはね、うん、多分そうですね、急にはあのアルミ、うんうん、なんで、いや車外でこのパドルのとこだけとかも出てるよ、うん、出てますよね。ウインカーは変わったですね、あのちゃんと下まで下がるやつ、ね、あ、前なんかこうグッて押し込んで戻るじゃないですか、まあ、細かく変わってくんですねやっぱ。そうなんだよね、いいな、欲しいな急にオーナーも欲しいと思わせる。でもこれ僕自分でピックして仕入れたんですけど、うん、もう見た瞬間に、うん、あ、もうかっこいい、欲しいと思いましたね。おーい、ですね、もうトラクションが抜けてますね、タイヤも古いですねでもいいですね、吹き上がりとか本当になんかタイヤのコンディションを確認しながら走れるいやでも雨の日とかは本当にちょっとあんまり下手な運転できないなっていう、大丈夫、その時はあのコンフォートに乗ればいいだけそうですね、そうだから本当に FR 乗りたいとかっていう人はもうこの辺最後かも分かんないですからね。いやでもすごいのは最近の車ってその、まあ、X ドライブになっても FR モードがついてたりとか、あ、そうですね、確かに電子デバイスでそれを解決しようとするっていう、そうだ、それもあるから、まあ、実際試してみたいなっていう、あの、まあ、本当にもうこれ個人的な意見で好みの問題になっちゃうんであれですけど、うん、223のやっぱ S のロングちょっと家まで乗って帰ったんですよ、うん、合わなかったですねあの常に S クラスのロングに似合わないのに S プラスでしか乗れなかったです。あ、っていうのもコンフォートが足がこうよくやっぱりこう優しさで動いてくれるのはあるんですけど、ふわふわすぎて怖くて、逆にこう自分の車が硬い突っ張ってればこういう尖った車なんで怖くて、でかつ四輪操舵とかもついてるじゃないですか、で制御がすごいんでなんか常にフラフラしてるように感じちゃって、やってくれるんだけどね。そうそうそうなんです、そうです、やってくれるんだけど、やっぱそういうな、もう本当に好みですけどね、僕みたいな人はやっぱりまだこういう車絶対こう刺さると思いますし、あの自分も今好きなのはこのぐらいのなんかアナログ感残ってる車だけど、まあ、それはもう年々アップデートしてって、そうですね、やっぱり新しいものの良さとかもやっぱり見ていかないとダメだなっていうのは思う。そう、単純になんか好みに合わないだけで、でもすごいなとは思いました。やっぱそれだけこういろんなセンサーと制御が効いてるっていうのはすごい分かったんで、そこを逆に感動しましたね。いや、あとは周りが結構そのあるかなっていう、他の車とか、確かに、そう、いや、びっくりしましたね。だから本当にだから急にもう出た当初の評価と今の評価で違って、ただやっぱり歴代全部なんか評価されてるよね。まあ M ってそうですよね、急にもだって残ってるもんだってね、多分46も36もですね。
だから細かい、あと仕様がやっぱり年代のそのモデルによっていっぱいありますよね。この方も結局左ハンドルなかったりとか、あ M3 はそうです、うん、M4 は選びますけど、あれマニュアルないんだっけ。ないですね、 F は。そうなんです、ね、結局この前の90のセダンはやっぱマニュアルありますから、うん、その辺はこうやっぱモデルでいろいろ違うところですよね。で G 型で復活したりとかそうそう今回しかもツーリングもね出ましたよね。ああそうね、発表しましたよね。やっぱりこうね、その辺も変わってってるんで、うん、まあ、でも進化しなくていいと言いつつ、そうですね、でも進化には自分を合わせなくちゃいけないんだなっていうの。でもやっぱ歴史あるモデルなだけにやっぱいいですね。そうね、どのモデル乗っても。だからまあどれでも合うのを自分で見つけていただいて、うん、まあ、そういう個性的な東京車は東京店好きですから、はい、ご相談いただければそうですね、いろいろできるんじゃないかなと。これありがとうございます、はい、あれですね、ちょっと問い合わせが多いので。あ、そうなんだ、うん、もうちょっと正直動画上がる頃もしかしたらごめんなさい決まっちゃってるかもしれないですけど、結構だってツイッターでもなんか面白そうなの入荷してるって出てたりとか。あ、そう、そうですね、SNS でも結構言われてたらしいから、うん、そうなんですよね。やっぱり見てる人は見てるんだなって、うん、ぜひぜひご検討いただければ、はい、面白い車届けましょう、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後になりますけど、はい、最高、ありがとうございます。やっぱりこの方かっこいいし、エンジンちょっととんがってるし、まあ、もちろんその現行だったりその前も歴代 M3 ってありますんで、はい、まあ、どれかその好みもあると思うんですけども、うん、やっぱりなんか僕的にすごく刺さる、うん、新しいやっぱりモデルの方が早いですし、絶対的にやっぱ完成度も高くて安全だったりとかっていうのは分かるんですけど、やっぱり楽しさとかっていうのをちょっと求め始めた時にやっぱこうジャジャウマ感というか残ってる、こういうのいいですよね。だから、ね、同じ M3 でもこう歴代あってこう、うん、それぞれこうキャラクターが違うなっていうのは今回本当に改めて思います、うん、はい、であとはもう基本的にはモデルチェンジしてもうあるものを買うしかないわけなんで、はい、まあ、中古車市場でやっぱりこう少し個性的なのだったりとか、まあ、もちろんそのスタンダードなものを自分色に染めるっていうのも一つ手ですけど、はい、やっぱり今回みたいにちょっとオプションがとんがってたりとか、はい、ボディカラーが珍しい色だったりっていうのは、まあ、長く乗っていただく意味でもかなりいいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回は BMW M3 コンペティションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。